こんにちは、トミです、今日のお話はですね、わがまま出張買い取りという動画タイトルにしてみました。わがままを通して僕は今出張買い取りの仕事をするようになりました。わがままというと、出張買い取りの人として何が嫌かというと、営業だったり、重たすぎるものを運ばなきゃいけなかったり、午前中から動かなきゃいけないとかね、そういったことなんですけど、僕の場合でこれ今はね全部やってないので、重たいものを運ぶって言っても冷蔵庫とか洗濯機とかも扱ってないので、大きくても空気清浄機とかスピーカーとかですね、それもこうやって持って運べば、ね、一個ずつ、ちょっと時間はかかりますけどね、一個一個運んでも終わりますし、だからそういったなんですか、ね、お客さんの要望に全部応えなくても全然大丈夫です、はい、で営業とかしなくても全然お金になるものは用意していただけますので、それも全然大丈夫です。営業してね、いいものを出してもらった方がね、もしかしたら稼げるのかもしれませんが、それをお客さんが僕に求めてるとも思えませんし、思えてない時点でね、それをやるとちょっとね、心が辛くなってくるのでね、やりません。やらないと決めるとですね、それをやらないでどうにかしてやろうという気持ちが芽生え、それを実現するにはどうしたらいいんだと考え、実行して成功したりするので、その流れがね、今できているのでね、良かったんじゃないかなと思います。あと意外とですね、午後からでも大丈夫です。人にもよりますけど、僕の場合は大丈夫です。絶対午後から行くようにしてます。もう夜中方なんですよ、僕。なかなか寝れない。たまに、オールする。オールしても行けるぐらいの、時間から働くようにしています。これ、一般企業からしたら、ふざけるなっていうか、クビだって感じなんですけどね。個人でやってるのでね、結構大丈夫です、これでも。はい。なので、こんな感じで、わがままを通してね、仕事ができるっていうのが分かったのが、とてもありがたいですし、これ試してみないとね、分からないことなのでね、今仕事をしていてね、嫌なことがあるとして、それをもしやらないとしてもですね、意外と仕事として成り立ったりはするのかもしれません。その利益の最大化とかを目指したらね、ちょっとね、嫌なこともやらないといけないのかもしれないですけど、別にストレスなく働けて、毎日楽しく生きていけて、生活に困らないぐらいのお金があればね、楽しいですね。僕の場合はその数を増やせばどうにかなるので、収入の面はね。だからあれですよね、1回の買い取りでですね、終わらせようとか思うと大変になってきますね。例えば1回しか行けないとするですよ、1回行ってですよ、出てきたものがノーブランドの服だけでしたと、その後にお客さんがね、何十人もいるなら、この方はこれで終わりだってなるんですけど、もしもそれしかなかったらですね、他にもないですか、こういったものよく売れるんですけどとか、そういった営業をしなきゃいけなくなってきますので、やっぱりそのね、数を確保するっていうのもとても大事なんじゃないかなと思いますね、はい、というわけでこれからも僕はわがまま出張買取で、やっていきたいなと思います。自分ができる範囲で、自分がストレスなくできることを積み上げることで、収入を得るという仕事のスタイルをですね、これからも確立させていけたらなと思っております。何かの参考になれば、この動画が参考になればいいかなと思います。ありがとうございます。